今の国会、平然としてる神経っていうのはもうほとんど人間じゃない、すべて個人の都合で動くっていう大原則で、僕ね、そのずっと学会出ました、若い時。学会で一番嫌いなのがディスカッションなんですよ。発表も嫌いだけど退屈だから、なんかディスカッション一番嫌い。何がどこがなぜ嫌いかっていうと、こう質問した先生が立ち上がってですね、大変面白いお仕事なんて必ずまず褒める。そこでもう背中が痒くなって気持ち悪くなってですね、もうその場所にいたくないって、そういう変な言語空間どうして作るんだって実は言いたいんです僕は。殴り合いの喧嘩になったっていいわけで、それでそれがもっと延長するとですね、今の国会、もう真っ赤な嘘っていうか、もう嘘っていうか表面行為になってないことを言ってですね、それで用が済んだと思ってるっていう、あの世界ってなんだあれは。誰が考えたって嘘に決まってることを、ああいう公の席で言って、そして平然としてる神経っていうのはもうほとんど人間じゃないっていう感じなんです。で、そうか、その人を非難してじゃなくて、そういうふうな表現をああいうとこで平気でするような社会、世間っていうものを閉鎖的に作っている状況自体が今問題になってるんですよ。私はそう思ってる。だから世論調査すれば8割以上の人がですね、おそらくあれおかしいって言うと思うんです。いい加減にそろそろはっきり言ったらいいだろう。余計なことすると必ず鈴木宗男が文句言ってきて、あいつはヤクザと同じでおっかねえから何されるか分かんないから俺は言えないんだよって国会で言っていいわけでしょ。そんな。そうでしょ。どうしてそれが言えないんだよってこっちは思うわけです。いや、それはね、僕はこれ余計なことですけど、坂谷太一っていう経済企画省長がやったの言って、それがもうやめてから、たまたま飯食う機会があって坂谷さん言ってるわけ。例えば湾岸戦争の時でもですね、日本の対応が遅れたとかこう言うって。なんで遅れるかって言ったら、それは商売やってる人がいて、例えばアメリカに協力して、軍事行動なら軍事行動に近い敵対行動に近いもの出るんだったら、まず俺はあそこと商売やってるから、これこれこういう都合の悪いことが起こるからちょっと待ってくれと、こういう話が次々来る。それを片付けてるうち時間経っちゃうんだよと、こういうわけです。それどこじゃなくて、日本の国策がどうだこうだって、中国が江沢民が来てですね、失礼なこと言いやがってって、大抵さ怒ったけど。だけど、もっと、それで、その江沢民来た時にですね、首相と、まあ、日本の首脳と4時間会談をするっていう約束になって、で初めの2時間は歴史問題を議論して、あとの2時間は経済問題を議論すると、こういうことになったから、初めの2時間についてはいいけど、残りの終わりのあとの2時間については経済閣僚は待機せよって言うんで、まあ、2時間忙しい大臣が待機してる。ところが江沢民いつまでたっても歴史問題の話が終わらなくてですね、4時間全部歴史問題になっちゃった。それで経済閣僚は待ってたんだけど出なくていいことになった。そこまでいいんです。でその晩が歓迎会だったっていう、レセプション。でレセプションだから、経済閣僚がですね、まあ経済企画庁だけじゃないですよ、財務省とかですね、大蔵省の高級官僚とかいるわけですから、その連中がそのレセプションに出ることになってたのが、待たされて、しかも経済問題議論しないっていうんで、そんなに中国にとって経済問題重要じゃねえんだなと、それじゃあもうレセプションも出ねえと、で休むってことを決めたらですね、つまりストライキを起こしたけど、たら外務省の担当の人が飛んできたってことです。飛んできて、大臣出てくれないと困りますって、私の首が飛びますって、首が飛びますまでいいんだけど、その後何の話が始まったかって、私には大学に行ってる子供がいて、今2年生ってその家族の話が、だから僕はそこまで聞いてですね、それずっと延々と、なるほど、日本の国の外交っていうのは実に筋が通ってるっていう、申し上げた、すべて個人の都合で動くっていう大原則で動いてるなと、そんなら筋通ってるじゃないですか、坂井さんって言ったんですけど、そんならそれで国会でもそうやってほしい。やっぱり今学歴の子供がいてですね、親父がクビになったりするとみんな困るんだから、そういうことはできないんですよって、どうして言えねえんだよって、こういうことですよ。そうでしょ。もういい加減にそれやんないと、だからそれとアート関係ないじゃないかと思ってる人は、やっぱり私は考えたりないと。アートってまさにそういう表現の上にできてくるものですから、それは自分自身それぞれの皆さん方の脳みその中から自然に上がってきて外に出ていく、それが日常と関係ないはずがないわけです。その日常というものは、家の中の立ち居振る舞いからまず立ち上がってくるわけで。
で昔の人はそれを型と言って、だからしつけとか礼儀とかなんとかかんとかというふうに言ってたのは、そういう身体の動きっていうものをある形にしていって、きちんと表現として一般化していくと、その上にさっき言ったおしゃれができるとか話になって、それが文化になったわけですけど、そこの一番根底から切り崩して、一応全取り会みたいにしてシャッフルしてですね、新たにやろうっていうふうにいつの間にかなったわけですね。でそれをじゃあ国民が一体我々は望んできたかっていう話が今問題になってるなと思うんです。でそれは望んできたかっていうことを今になって改めて考えるとですね、例えば国会でですね、日本の家っていうのは洋間一つに畳が、残りは畳が普通だけど、今後は和室一つに洋間という設計に変えようとかですね、そういう法案が通ったわけじゃなかろうと思うんですよね。だけどいつの間にかそうなってますよ、うちは。でそういう非常にある意味で重要なことを皆さん方どうやって受け入れてきたんだろうなっていうのが逆に私の疑問になってくる。あるいはどっちかっていうと、田舎に住めるや都会に住んだらいいと、だから都会にみんな住むようになりまして、過疎のところいっぱいありますが、そういうところに住める、都会に住む方がいいっていうことは確かに皆さん方の投票であったような気もするんですね。現に自分自身が動いてくるんですから。そうするとそうやって変えてきた世界の中で、まあ自分の好むと好まずとは関わらずに変わってくる、そういうふうに急激に変わってくる世界で表現っていうものが難しくなるっていうのは、私はどうも当然だという気がする。でその難しさにさらに加わってくるものがありまして、それは何かっていうと、この時代の急速な変換っていうのは、私が言ってるのは何も世の中の制度が変わったとか革命が起こったとかそういうことじゃないんですよ。むしろ日常生活とか我々の体の動き方、さっきから言ってる表現、そういったものを根底的に変えてきたっていう、そのことです。そういった変化が一番厳しかったのはこの50年であるっていう気がするんです。私の母親が育った、子供の時に育った環境、幼児の時に育った環境と、私が幼児の時に育った環境は根本的には違いがなかったと申し上げたわけです。しかし私の子供が育った環境と私の育った環境でやっぱり違っただろう。例えばテレビがない、車がないっていう、私の時代から主として牛馬がほとんど街の中歩いてるっていう状態が全くそうでない状態に私の子供は育ってますから、そうしますとそこでは人間の表現がすっかり変わってきて、これは不思議はないなと。でということは同時に、多くの世帯の人がよく嫌う世帯論になるわけです。で世帯っていうのは嫌われるんです。で私はそれよく覚えてまして、実は私の先生なんですが、大学の恩師がですね、これは偉い先生で、ご存知ないと思いますけども、大体偉い人っていうのは表に出ないんで、私なんかこんなとこ来てますから絶対偉くないってよく分かってるんですけど、本当に偉い先生、その先生が、私がですね若い時に、まあ、時代が変わったっていうことを一言言うと、人間は変わらんと一言言われるんです。非常に厳しいんですね、そのタイミングが。でそれはその通りなんですよ、それはその通りなんですが、でもやっぱりと60になってですね、私は60過ぎて20代に思ってたことはやっぱ同じだと思う。やっぱり時代変わったんです。その変わり方というのは、私の先生ですと明治維新この方、あるいは終戦取っておりますから、政治制度や何か変わった、上の方が変わったっていう意識で言われる。だけど人間変わんない。だけどここ50年の変化っていうのはそうじゃないですね。だってずっといわゆる民主主義、自民党独裁で上の来てるんですから、全然変わっちゃないようなもの、むしろ そうじゃない、非常にはっきり変わったのは我々自身の生活です。生き方、普通の日常生活です。ですからそれを言ってるんです。その日常生活が変わったっていうことは、ある適当な年齢の時にそれぞれの年代が違った体型をするということです。だからある時期から20代の子に、24、5の子にですね聞くと、今時の若いもんはって言ってましたから、今時の若いもんはって17、8くんの子、あるいは15、6の女の子を指してですね、今時の若いもんって、20代の半ばがもうすでにって、それは何かっていうと世帯問題です。でその世帯のズレっていうことを我々の社会はいわば非常に上手に処理してきた。つまり問題に、表面的な問題にならないようにしてきた。どうしてそれができたかというと、一回それをやってでやったからで、それが大学紛争の時代であります。
若い人はそれもお忘れお分かりにならないと思うけど、今50代半ばのいわゆる団塊の世代と私よりも10年ぐらい上以上の世代とが大喧嘩をいたしました。大学の中で世界中でございます。でそれを最後に世帯間の喧嘩は止まりました。だけども私はそれはもっと世帯がもっと離れたために内向したんじゃないかなとむしろ思ってます。でどのくらいその世帯がずれて違ってきたかというと、これもね面白い具体的に面白い体験いろいろするんですよ。これはね、なんて言うんだろう、異世代を集めて何人か集めてですね、セミナーでもやったらすぐ分かりますわ。めちゃくちゃ面白いですこれは。お互いに聞いてる方も喋ってる方もつまらなさを起こしてやってるんですよ。だけどよく見てるとその間のズレっていうのは大変なものがあります。例えばね、よく申し上げる、僕新聞に書いたことあるんですけどね、30代の方が本職は法学なんですよね、法律なんですけど、まあ、環境問題、今の若い人ですから環境問題に関心があって環境問題の話をしますと言って話を始めた。30代です。私は30年以上下です。30年くらい何を言われたかというと、まずのっけからですね、現在の日本では食料の7割が輸入ですと言われた。ですから食料の輸入がストップすると日本人の7割は飢え死にですとこう言ったんですね。それで、私ちょっとこれ誇張があるよなと。で、以下うんぬんで、まあその方の話はずっと進んで、1時間がやった、1時間目になった、何十分がやった。で、終わってから私は自由な会ですから、ちょっと質問。あなたはさっき、日本の食料輸入が止まると7割の人種を飢え死にするとおっしゃったけど、実は農水省はですね、現在の日本の高地、田畑ですね、田んぼ畑の面積をこのまま凍結して、人口をこのまま凍結したとすると、今後ともですね、国内の生産、農産物の生産だけで、昭和20年代の国民1人当たりの総カロリーは確保できるという計算を出してますよと申し上げたんです。昭和20年代国民1人当たりの総カロリーって私が育った時代ですよ。で、とにかく私は生きてますから、大丈夫、生きていけるってことを保証する。そうしたらですね、彼が何て言ったかって言うと、いや先生そうおっしゃるけど私は米だけ食うのは嫌ですって言ったんですね。これはね、若い人も分かんないと思うけど、その途端に私は絶句しました。頭の中ですね、いやまあ頭の中真っ白になってそこで終わりました。話はこれが世帯のズレです。つまり我々の世代でしたら米が食えたら天国だったんですよ。それが今はそういう状況になって米だけ食うのは嫌ですという人が環境問題を論じる時代なんですね。そしたらこのギャップってもうほとんど考えられないギャップですよ。その後もっとすごかったのはですね、ある女性の研究者がですね、やっぱり30代終わりか40代初め、まあ、恋愛論の比較文化みたいなんですね、明治時代に漱石が例えば恋愛っていうのをどういうふうに考えて扱ったかっていうのは、そういう研究発表しておられた。それを聞いていたですね、今度は私はちょっと下ぐらいですが、まあ団塊の世代からそれちょっと上ぐらいの偉い学会の大先生、全部女性ですが、その発表中からですね、次第次第に機嫌が悪くなってくるのが分かるんですね。怖かった、そばにいて。だけどついに話が終わったら待ちかねたようにバーンと意見表明がありましてですね、あんた恋愛のなんかそんなことやってる暇があったら自分でさっさと恋愛でもして子供でも産んだがマジっていうところからものすごい勢いで反応が返ってまいりました。これにもこの2つの例は何かって、これ実は世帯間のギャップなんです。それに過ぎないんですよ。だけど我々社会は何しろ民主主義で一票ですから、その世帯間のギャップなんてのはゼロみたいなもんだというふう建前で動いてますけど、私はそう思ってないんですよ。この社会の中の世代間のズレってものすごいなと思ってるんです、逆に。だってそれだけ日常生活変えちゃったんですから。で、もちろんだからテレビを小学校っていうか見てる世代と、私らみたいに小学校の時にテレビっていうものはできたって、そういう機会が世の中にあるっていうことを初めて知ってですね、野毛山の博覧会まで見に行った人とは全然違うんですから。で、その博覧会で見に行ったテレビに何が映ってたかって言ったら、隣の部屋が映ってたんですから。
で、隣のテレビカメラが隣の部屋にあって、受像機がこちらにあるから、隣の部屋が映ってるわけで。そしたら隣の部屋が見えるんだったら、そこの窓から覗けば見えるじゃないかと私は子供心に思ってですね、こんなもの何の役にも立たんと思ってました。だから そういう時代に育った人とですね、皆さん方によってテレビが、ほとんどの人育ったの、テレビがあって当たり前の人と考えが同じわけないんですよ。考えと感覚が同じわけない。だそれは昔風には人間だから同じだって、そんなこと分かってますよ。そんなことは分かってますけども、そういうことで、今私は問題にしていないってことを分かれてるけど。それで、どんな時代の、どんな人も通用するようなアートこそが本当のアートだとかいうことを、おそらく私ども先生方は考えたんだと思う。